こんにちは、ジェンです。今回の動画ではプロクリエイトで 3D を使ったデザインを作るチュートリアルをご紹介していきます。プロクリエイトというのはデザインアプリの一つです。今サブスクが当たり前になってきている時代ですが、こちらは1220円の買い切りなので、デジタルアートを描いてみたい方にぜひおすすめしたいアプリです。プロクリエイトには実は 3D がもともと入っているので、自分で作らなくても簡単に自分だけの 3D デザインを作ることができます。私も仕事ですごく使っているツールで、便利な機能もたくさんあるので、今後もちょくちょく紹介していく予定です。ではまず最初にプロクリエイトの基本的な操作方法をご紹介しようと思います。まず左端に出ているこのバーなんですが、上のバーがブラシサイズを変更できるバーになっています。ここに出ているプレビューの太さになるので、こういうふうに 100% の太さにするとプレビュー通りにこのくらいの太さにすることができます。なのでぐーっと下に下げると細くすることも簡単にできるようになります。そして下のバーなんですが、こちらは不透明度を調整できるバーになります。デフォルトでは 100% だと思うんですが、これをだいたい30くらいに下げてみますか。こういうふうに薄く書き込むことができます。そして右上のバーなんですが、一番端にあるこの円のアイコンをタップすると好きなカラーを選択することができます。ここにこういうふうにペンを置くと好きなカラーに簡単に調整できます。ぐーっと右端に持っていくとオレンジ色になるので、このまま線を引いてみると簡単にオレンジの線も引くことができます。ちなみにすごく便利な機能もあって、こちらのカラーアイコンをタップすると下に履歴というところがあります。ここを好きなカラーをタップすることで、制作に使ったカラーをそのまま持ってくることができるので、毎回わざわざこうやって探す必要がなくなります。描いた絵をより近くで描き込みたいときは、指を使うことでアップすることができます。指を2本画面に置いてぐーっと指を広げることでスムーズにズームすることができます。そしてですね、右のバーの中にある紙が2枚重なったようなアイコンがあるので、そこをタップしてみるとレイヤーを開くことができます。このレイヤーというのはイラストを描き分けるときにすごく便利な機能です。ちょっと使ってみないとイメージしづらいかなと思うんですが、一度ちょっと試してみると、こういうふうにレイヤー1に顔のイラストを描いてみました。そして右上の方にプラスのマークがあるので、そこをタップしてみると簡単にレイヤーを追加することができます。はい、こういう感じでレイヤー2には髪型を描いてみました。こうやってレイヤーを分けておくことで、やっぱり髪型はちょっと変えたいなっていう時に髪型だけを消したりすることができます。はい、こんな感じで簡単に書き換えられます。もし書き分けずに一つのレイヤーに書いてしまっていると、この顔の部分も一緒に消されてしまうので、すごく書き込んだ作品を作った時に修正が難しくなってしまいます。なのでこのレイヤーを使いこなすと、より効率的に制作を進めることができます。そして右のバーに消しゴムのアイコンがあるので、そこをタップすると、このアイコンの通り消しゴムの機能になっています。 Apple Pencil をお使いの方は2回タップすることで、このペンと消しゴムを簡単に切り替えることができます。そしてこの消しゴムの左横にある指のマークなんですが、ここをタップすることでぼかせるようになります。ここにこのぼかしのツールで触ってみると、こういうふうにすごくにじんでいるのがわかるんじゃないでしょうか。輪郭をぼかしたい時だったり、2色のカラーの中間をぼかしたい時にすごく大活躍してくれるツールになっています。そしてこの右のバーのペンのアイコンをタップすると、いろんなブラシを選択することができます。こういう絵を描くときに特化したブラシがいっぱい入ってるのはもちろんなんですが、素材というところだったりオーガニックっていうところを見てもらうと分かるように、すごく絵の幅が広がるブラシもたくさん入っているので、ぜひ活用してみてください。
そして保存方法なんですが、左上のスパナマークをタップしてください。そこで共有が選択されている状態で、下にイメージを共有というところが出てきます。ここで好きなファイル形式を選択すると簡単に書き出すことができます。はい、これでプロクリエイトの基本的な使い方は以上になります。それでは早速プロクリエイトに搭載されている 3D オブジェクトの追加方法を説明しようと思います。左上のバーの中のこのスパナマークをタップしてください。そうすると一番右の方にヘルプというアイコンがあるので、そこをタップします。そしてその下に 3D モデルパックをダウンロードというところがあるので、そこをタップすることでダウンロードすることができます。ダウンロードすることができたら、左上のギャラリーをタップしてください。そうすると一番トップの方に 3D オブジェクトが追加されていることが確認できます。ではここから 3D オブジェクトの基本的な操作方法もご紹介しようと思います。まず好きなオブジェクトをタップしてください。そうするとこういう風にオブジェクトを開くことができます。そしてプロクリエイトの通常の操作方法と同じように、2本の指を画面にこういう風にタップすると好きな位置に移動することができます。そして1本の指で画面を触ってもらうと、下の視点にできたり上から覗いてみたりっていう風に視点を簡単に移動することができます。すごく使い方もシンプルなので、この2本の指と1本の指で簡単に操作することができます。では続いて色の塗り方をご紹介しようと思います。それではですね、このヘルメットの白い部分を塗ってみようと思います。塗りたいところを1つの指でこういう風にタップすると、一瞬青く光るのがわかりますか？こういう風に光っているとしっかりと選択されている状態になります。選択されたらもうこういう風に好きなように書き込むことができます。そしてプロクリエイトの基本的な操作方法と同じように、消したい場合は2つの指で外側の画面をタップすると戻ることができます。そして他の部分も同じように塗ることができます。この金具の部分を塗りたい場合は一度タップしてこういう風に書き込んでいきます。こんな感じでもう本当に感覚的に塗ることができてすごく使いやすいです。はい、それではですね、ヘルメットのこの前のガラスの部分なんですが、今だと結構ツヤっとしていて滑らかな質感になっているのがわかるかなと思います。実はここの質感も簡単に変えることができるので、ちょっとここもご紹介していこうと思います。質感を変えていきたいところも色を塗るときと同じように一つの指でタップします。そして選択されたことが確認できたら、右上のバーの中にあるレイヤーアイコンをタップしてください。そうするとこういう風にガラスの部分のレイヤーが開かれていることがわかるかなと思います。そしてここからが 3D オブジェクトならではの操作になるんですが、 3D オブジェクトを扱う時だけレイヤーの中にこういうサイコロのアイコンが出ます。このサイコロを一度タップしてみてください。そうするとカラー、粗さ、メタリックのこの3つのレイヤーが新しく開かれます。ここでカラーを選択すると、先ほどと同じように色を塗ることができるレイヤーになっています。そしてこの粗さの部分なんですが、白と黒を使い分けることによって簡単に質感を変えることができます。では実際に塗ってみます。ここを選択されている状態で、一度真っ白な色を選択してこのままぐーっと持っていきます。そうするとこういう風にすごくマットな質感になったのがわかるかなと思います。そして逆にここのカラーの部分を真っ黒な色を選択して、同じようにこういう風に持っていくと一気に滑らかな質感になります。こういう風に白と黒を使い分けることによって、マットな質感だったり滑らかな質感に簡単に切り替えることができます。そしてメタリックも粗さと同じような操作方法で変えることができます。今白色が選択されているので、この状態で前のガラスの方に持っていくと、こういう風に金属の質感にすることができます。ちょっとこのガラスの部分だと分かりづらいかなと思うので、ヘルメットの頭の部分で同じ操作方法を試してみようと思います。こちらをタップしてレイヤーを開いて、
ちらのキューブの中にメタリックが開かれている状態なので、このままこの白色を投げ込みます。はい、そうするとこういう風にすごく金属のような見た目にすることができました。そして粗さの操作方法と同じように真っ黒な色を選択すると、こういう風に柔らかい質感にすることができます。この粗さとメタリックを調整することでお好みの質感に簡単に変えることができるので、ぜひ 3D オブジェクトを扱うときはこの2つを活用して作ってみてください。はい、では次にですね、 3D オブジェクトを使うときの環境設定をご紹介しようと思います。環境を変えたいときは左上のバーの中のスパナマークをタップしてください。そうすると 3D というアイコンが出ているので、こちらをタップしてください。そしてその下に照明と環境を編集という部分があるので、そこをタップするとこういう風に環境画面に切り替わります。この四角のオブジェクトはライトになっていて、こういう風に動かすことで好きなライティングに変更することができます。そして今こういう風にすごくツヤっとした見た目だとすごくわかりやすいんですけど、夜の都会のような写真が写ってるのがわかりますか？すごくビルとか映り込んでますよね。ここも環境を変えることで映り込みだったり周りの雰囲気を一気に変えることができます。右上の環境をタップしてみてください。そして今ナイトライフに設定されているので、こちらの夜の風景が映り込んでいます。ここを一度スタジオにしてみましょうか。そうするとこういう風にすごくシンプルな環境になったのがわかるかなと思います。こういう風にいろんなスタジオに切り替えることができるので、お好みの環境設定で制作してみてください。そしてお好みの環境設定ができたら、右上の完了をタップするとその環境のままで制作に戻ることができます。はい、では続いてですね、プロクリエイトの 3D オブジェクトだけでできる面白い機能があるので、そこもぜひ紹介してみようと思います。左上のバーの中のスパナマークをタップしてください。そしてこの 3D が選択されている状態で、一番下に AR で表示というところがあります。ここをタップしてみてください。はい、ちょっとわかりやすく缶のオブジェクトでやってみているんですが、こんな風に現実世界に本当に缶が置いてあるように見えますよね。しっかり缶の蓋の金属の感もはっきり出ているのがわかるかなと思います。こんな感じで AR を使って遊ぶこともできるので、自分だけのオリジナルの缶を作って AR で表示して写真を撮ってみるのもすごく面白いんじゃないかなと思います。はい、これで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただいてありがとうございました。もしこの動画が参考になった方は、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。